王白軍は中華民国の政治家。名は文選だが、一般には字の白軍で知られる。五国戦争で五国軍放棄に貢献し、後に国民政府で初代交通部長となった人物である。弟は奇襲軍軍人の王文化。義理の弟は軍政部長、国防部長、行政委員長などを務めた何王金。1905年、 母方のおじである、劉賢与の資金援助を受けて、日本へ留学し、後に、中央大学に入学して、政治、経済を学んだ。1910年に卒業し、大学院で、さらに研究を続ける。日本滞在中に、中国同盟会に加入した。新害革命が勃発すると、王白軍は帰国し、まず北京に赴いて、小平林、帝特前。 長県らが組織した中華民国連合会に加入する。その後、統一党に加入して、幹事となり、紀州省での支部組織に奔走した。1912年3月、雲南軍の統治企業が紀州を占領すると、劉県与と共に、これを支持している。王は、共和党、新歩党でも、幹事を務めた。1914年、紀州代表として、 約法会議に参加し、中華民国約法制定に関与している。1915年、遠征外が皇帝即位をもくろむようになると、王白軍は同じく、奇襲の進歩党員である大官と共に、これに反発する。そして両警長蔡、原と天心で秘密裏に会談し、反映拒兵の計画を実行する。同年12月、王白軍は、 サ津ツと共に、雲南へ脱出し、さらに、雲南将軍陶次議行との防議に参加した。こうして12月末に津波、サ津ツ陶次津行、両慶長らが、五国軍を組織して、半円西外の電報を発し、五国戦争が勃発する。さらに、王白軍は、弟で、奇襲軍の有力指導者である、王文化に、放棄に、消極的な奇襲も離軍し、 劉権与への圧力をかけさせ、後に、劉も、五国軍側につかせた。その後も、王白軍は、五国軍の幹部の一人として、翌年6月の五国軍勝利まで、指導的役割を果たしている。その後、王白軍は、奇襲省の最高関連業務に関与し、広試験講師で東後と、軍役者で、理事長を務める。1918年11月、 紀州省長公所代表として、公州に赴き、孫文の誤法運動を支援した。翌年には中華革命党に加入し、劉健佑の代理人として、上海に常駐している。同年3月、王白軍は紀州省の代表として、米国の家境の会社と、企業を経由する、輸留鉄路の改修に関する借款契約を結んだ。ところが、契約企業に、 周辺地域の開発を自由にさせ、奇襲省側の返還条件が厳しい契約であるとして、奇襲特軍、劉県与や旧派の反発を受ける。これは、王白軍、王文化兄弟をはじめとする、新派に対する牽制でもあった。その後、旧派と新派の権力闘争は抜き差しならないものとなっていく。まず1919 19年には、 旧派の小政務長長、陳定作が、新派のテロにあって負傷し、同じく旧派の小財政長長、長教陸が、新派の追求を受けて、自殺に追い込まれた。これにより、王兄弟の奇襲省内における権力が、拡大していく。そして1920年11月、王文化は、旧派相当のクーデターを発動し、劉権を下野に追い込んだ。しかし、 おじよげやに追い込んだことや、クーデターの際の旧派洋人殺戮があまりにも過熱であったために、王文化は批判を恐れて直ちに、奇襲特軍となることはできず、上海の王百軍のもとに一旦退避している。そして1921年3月、王文化は、北京政府を支持する部下、塩素名に暗殺されてしまった。以後、奇襲省は軍人たちによる、 激しい主導権争いが展開され、弟を失った王白軍はもはや奇襲への介入が不可能となってしまうのである。1922年3月、関東軍政府から奇襲省庁に任命されたが、縁の妨害にあい実際に着任できなかった。同年、王白軍は中国国民党に加入している。王白軍別陰王白軍は政治活動の傍らで、 1924年末に、馬くん武志らと共に、上海で、大科大学を創設した。これは、アモイ大学の学生デモに対する北京政府の弾圧の影響で、修学の場や職場を失った、学生、教師を救済するためのものである。1926年冬、王は、馬の公認として、大科大学の校長となった。 紹介席が、上海クーデターを起こし、南京国民政府が成立すると、王百軍はこれに加わり、交通部部長に任せられた。初代交通部長として王は、核事業の基礎作りに取り組み、特に電信、航空などで顕著な成果が見られる。しかし、1931年12月、アヘン密貿易に関わったと弾劾されたことにより、交通部長辞任に追い込まれた。 その後、河天検視察船員、行政院中平ら政務整理委員会員を歴任している。日中戦争勃発に伴い、大科大学と福丹大学は奥地へ移転することになる。大白軍は教育部と協力して移転事業を進め、両大学の第一連合大学を厚生省の路山に第二連合大学を企業に移転させた。同年12月、王は、 校舎の校長となり、さらに後に第一連合大学が、福丹大学、第二連合大学が、大科大学と指定された。王は戦争最中ながら、学生への指導と教育プログラムの充実に、取り組んでいる。1944年12月20日、王白軍は、重慶の広北陸軍委員で、異海洋が原因で死去。去年60。ありがとうございます。